サウジアラビアって、私一回も行ったことがなくて。ああそうですか、はい、ね、ライブやるじゃないですか。でじゃあ、まあ、日本だとしたら、うん、ライブやった、でみんなでこう手を振って、うん、同じようにこうみんなで動いて、で最後終わったらわーっと拍手してもらって、でこれは僕はすごく楽しくて好きなんですけど、はい、サウジに行くとみんな同じことようにこうやってくれるんですけど、まず動きが揃わない、全員、それぞれがそれぞれ好きな動きをするし、好きなようなところで一緒に歌うし、それぞれがそれぞれの楽しみ方をするっていうところがまずありますね。で合わせて特徴はサウジアラビアの人は座ってみます、立ち上がらない、上半身で盛り上がる、みんな座ってますね。本当に1万人ぐらいのホールだったんですけど、はい、アリーナですね、今回は。みんな座ってます。で、まあ、でも盛り上がってて声もすごいですよ。で、ライブが完全に終わって、Thank you so much, Saudi Arabia って言った時にみんなバーッと立ち上がって拍手してくれる。だから、じゃあもうそこまで、そう、待ってるんですか？感激、なんか舞台を見る時って座ってみて、で最後スタンディングオベーションみたいな。そういう文化がありますね、サウジアラビアは。日本とは全然違う。始まったらみんなまず立ち上がる。立ち上がってわーっていう。で、みんな同じで、バレエではみんな同じで。バラードでも関係ない感じです。バラードのイントロが鳴った瞬間、その曲がもしその方が大好きだったら、好きなように叫ぶ。めっちゃサウジアラビアで来ましたよ、私。面白いですよ。すごいな。もうイタリア、フランス、ヨーロッパはもうそれのさらに最高で、もう初めから立ち上がって踊りながら、もう好きな時に叫んで好きなようにやって、これ俺のお気に入りの帽子だからって言って帽子ぶん投げてくれて、それ僕ステージでかぶったりとか、そういうすごくフランクな楽しみ方がありますね。皆さん自由ですね。自由です。日本よりなんか自由だな。まあそうですね、本当に。MC どうですか？ MC も本当たまたま僕はこう学生時代に一生懸命英語で勉強したので、なんとなく会話ができることが幸いして、その場のみんなの感覚どうみたいな、次何聞きたいとかっていうコミュニケーションもそれぐらいなら取れるんですよ。それをこうやりながらやったので、すごく、いい意味で発表会みたいな、こうかしこまったものじゃなくて砕けた感じにできたのは良かったなと思いますね。その海外でライブをしてたと思うんですけど、同時進行で楽曲制作とかもされてたんですか、海外で？そうですね、ある程度海外行く前に、なんとなく出来上がったものを海外に行って感じたこととか思ったことを帰国してからしっかり作り切ったって感じですかね。CD のラジオ版 CD の曲と曲の間にトークが入ってるんですよ。そう説明してる。この曲はこう。もうラジオですね。そうです。その CD。でしか聞けない。そうです。でしか聞けない。ミケさん本当ラジオ好きですよ。好きですけど。今すごい大きなハートが見えました。やっぱそうやって紹介された時の曲って、いつも以上に輝くじゃないですか。じゃあこういう紹介された曲って、そこにアロマあるんだと思いますね。あのこの後お送りするビターなんですけども、アルバムから先行配信されていた、映画の主題歌になってるんですよ。制作する際は映画はすごい意識されたんですか？映画を初めに見させてもらって、発生する前のまあ行動できてみたいな感じで、エンドロールとかもあって、宮原翔平さんと平野美さんが歌う主演で、人間群像劇、群像劇というかいろんなこうテーマになっていて、綺麗な景色があって、楽しい映画を見終わった後に無音のエンドロールが流れるんですけど、完成前なんです。でその時に本当に素直にこういう曲がかかってほしいなって思ったのを自然と作れたっていう曲ですね。大好きな曲ですね。それではここで一曲お送りしましょう。曲紹介お願いします。ビター生まれてからこれまでも宝石に例えるなら、バレとはいかないけど悪くないかな。まあねえ、まあいつも頑張ってたけど気持ち溢れて泣ける。君の声が聞きたい、冗談で構わない。 Check my energy, check my energy。
Thank you.
ティン東京でライブを行います。アメリカも引き止めます。第3位、先週の4位からワンランクアップです。世界の終わり最高到達点でした。 This week's number 2 キングヌースペシャルズ。I'm so
さあ、これ毒があるかな。思えるようになりました。